Hello everyone, I am Yasuno. よろしくお願いいたします。さあ、ということで、ここどこだって話になるのですが、今回ですね、はい、モンスターハンターワールドというね、ゲームに、今挑戦しております。ということで、まあ、今回ですけれども、こちらね、そう。こちらの、こちらのフレーにある、はい、こちら、青のプロミネンス、七テスカトリの討伐ということで、こちらをね、もう決着つけたいと思っています。というか、倒したいと思います。はい。あのですね、唯一自分、モンスターハンターで唯一倒せない敵がいまして、それが、七テスカトリと、あと、まあ、あともう一人の、ほう。まあ、それがね、特別ゲーム。はい、こちら。手追いの魔獣兵ベヒーモス。この二体のモンスターとまだ決着つけていない状態でして。で、それで、なんて言うんでしょう。ほんと、ベヒーモスがほんと強すぎて、もう何度もやられちゃってるんですよ。で、ナナテスカトリも、さっき、この前やりましたよ。一回やられちゃったという感じで。いや、この二人は何としても年末に倒せて、何としてでもやっぱり倒せたらなと思っています。ということで、行きたいと思っています。よし。できれば年末ぐらいには倒したい。ということで。まあ、まず一人目の因縁の相手、ナナテスカトリ、こちらを倒していきたいと思います。よし。まあね、それでダメでしたら、もう、同化界で、もう装備とか集めるしかない、集めるしかなくて、という形になりますが、いや、もう日付変わるごとに、もうやっていくしかないと思っていますので、やっていきたいと思っています。では、いきます。七テスカトリ、ゴー!いきなり!さあ、一人目、因縁の相手。ちょっと、いきなりは、いきなり!いや、ちょっと待って。いきなり、ちょっと、それは反則じゃないの?うわうわうわ、やっぱもうね、体力でこれだけ減らせれるんだよ。ほんと、だからすっげえ大変なんだ。ちょっと待って、これさ、一旦ちょっとこれ一旦これちょっと準備、これは大変な目にあった。いきなり、まあ今の見ましたか、こちら、これがね、自らがまだ倒していない因縁の相手、それが、ナナテスカトリ。いや、一応ね、装備とかね、まだね、これぐらいだけで、こう、攻撃力、非属性さんで、で、強化、フルチャージ、で、麻痺耐性として、爆破やられ耐性、腹痛、ジャンプ、鉄人、みたいな。
多分やられちゃう、これやられちゃう可能性大な感じなんだけど、やっぱり食らわなければ、どうということはないという、カスタム。ちかー、寝る気がんているな。向こう、寝る気がんているんだよ。なんとかこちら側で、こっち側から行って。なんとかこちら側に行こう。いた。やるぞ。もう、はい、広すぎる。広。ちょ、これしばらく待とうか。よしよしよし、攻撃当たっただけでも、これはもういい、調子、いいのでは？どこへ行った？しみつぶし取りに行って、マジか。ラタンね。ちょっと待って、かすってる。ま、ずいぶんすばしっこい。いや、中心部いれば大丈夫だと思ってた。やべ、使うしかないか。
いやー、もうこれだけでふ、もうこの熱量で吹っ飛んじゃうの。熱いでしょ、これ。ちょっと待って、まずいまずい。これ以上やったらやられる。いやー、当たったけど。それから平和である。いやー、ここレクラード痛いな。だって手強すぎる。あー、違った、違った。なるほど、なるほど、こうしてやればいいのか。スリンガー閃光弾で当てる。で、装備解除。いや、装備解除しなくたっていいか。やるしかない。ちょっと左突っ込んでくれるんでやめてくれませんか、これ。いやー、無理やり突っ込みすぎてしまった、これは。いやー、やるしかないか。鬼神やグーライド。鬼神制約。1181。
あるかな？ちょっとスイガーの肥やし。いや、これまずいか。縄張りやすい。もう秒速で減らせるからね、本当に。いや、どうしよう。いや、ちょっと待って、これ。ちょっと逃げ、いや、逃げよう、これは。一旦退散、ここ。補充しておいて、鬼神の粉末。オッケー。よいしょ。スリンガー肥やしつけて。いや、ちょっとそれは。ナイス。いや、ちょっと待って、まずい、まずい。地獄すぎる、本当。これは寝る気かってか邪魔。
当たんない。なんで小林田は通じないんだこれ。いやー、なんとかこっち来てくだされれば。通じないやつが一人いる。危ない。ちょ、これ来るかもな。どこで早いぐらい早い。あれ、あっぶな。どこへ向かったの。そっち。あ、こっちだ。やべえ、助かった。どこにあるんだっけこれ。これじゃないのか。あ、これだ。こっち移動すれば。よしよしよし、当たった当たった当たった。
いけ。もう一発クラス。そうはさせないよ。ここまで範囲広いの知らねえよ。やばい、やめの炎の地獄だ。これちょっと殺しれない。なんとか尻尾切り裂いたいんだよな。なんで尻尾切り裂けねえんだよ。なかなかし素晴らしい声だ。ちょっとここでジャンプ。快快快死ぬな。ちょっと待って、いやー、ここでエネルギーがあって切るときついんだよ。ここは回復の時間かな。尻尾切り裂いてる。ち
ちょっとエネルギー眼帯でちょっと消費しようか。じゃあ。おい、エネルギー眼帯。大丈夫、ネルギー安定の動きは読めていかない。よし、これでもう変えていい。よし、じゃあな。よし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 、ネルギー眼帯を有効活用してなんとか。よし。で、これでちょっと研磨しといて。よし、行くぞ。危なかった。勝負はここから入ってから、入ってからだからね。なんとか入る、ごめん。なかなかとか、ちょっと待ってよ。そんな広がることあるか。いやータイミングすべて。いや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 、なんとか。危ない、やべえ。
いやー、なんとか。小屋手段当てられないか。ところでも入り込むの。ちょっと待って、エネルギーあって、それ聞いたの初めてなんだけど、ほんと。一気に削らすしかない。だ、ちょっとこれ戻り玉使おう。戻り玉使うぞ、ほんと。帰り気の魔力。いや、なんとか。なんとかあげ、なんとか。大丈夫かな？もう目覚めてるとこない？これ。いや、大丈夫。大丈夫だけど、急激に回復してるかもな、ほんと。ちょ、これなんとか使おう。本当はちょっと使いたくなかったんだけどね。
せ。いやもうね、尻尾の範囲広すぎんだよ、ほんとに。大丈夫。うん、尻尾の範囲広すぎてね、もう攻撃って。もう話せなんだよ。大丈夫、2回攻撃してくることは分かってる。うおれ、絶対決着つける。よし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 。めっちゃ防いでくれる。めっちゃ防いでくれる。早すぎ。やった。ホップのナイス入れ。やっば。そう簡単に当たらない。危ない。
いやー、負けられない。絶対。よっしゃーイエース、やっと倒せた。やっとだ。やっと。もう嬉しい。やっとだ。やったー。まず因縁の一人目の相手倒した。やっとだ。うわー、もうここまで出すわ、ほんと時間かかった。ほんと倒すの、倒すのほんとに時間かかったよ。ほんとやりましたよ、ついに。やっと倒した。いやー、やっとだ。まず一人目、倒すぞ。次はベヒーボス。うわー、つらい。これがもうベヒ、あ、これがもう7テスカトリーの強さ。もう強すぎるんだよね、本当に。帰ってきたー。やっと倒せた。まあ、まずは一人目、7テスカトリーでした。いや、もうすっごい強いよ、本当に。ほんとすっごい強い。もうこれほど夜しないとほんと倒せない。という、もうほんと超強い相手だからね。倒せた、やっと。これ装備としては装備。どうやよ。あー、こんな感じなんだ。まあ、装備としてはね、こんな形の装備となっています。いや、こんな形なんだ。エンプレスグリーブ、エンプレスコイル、エンプレスアーム、エンプレスメール、エンプレスセクター、セクター。これがね、なんかね、このエンプレスのこの4つのやつと、あとね、ディアネロ。ディアネロだね。ディアネロ。こちら。ディアネロがね、ディアネロ、ディアネロ。この4つを使ってるね、選手を見たわけですよ。こうでもしないとやっぱり倒せないのかっていう形になりまして。まあ、というわけでね。よし、次。まあ、あれだな。ベヒーモス戦だね、本当に。それまでちょっと裏で集めておきます。楽しみです、これは。